私の名前は松、吉原遊郭で働く女。実はこう見えて遊女の一日はとてもハードなの。よく眠れましたか？うう、朝か。帰らねばな。朝6時、浅草寺の時の鐘が鳴ると同時に一日が始まる。吉原の入り口、大門が開き、遊女と過ごしたお客たちが家路へと急ぐ。もうお別れだなんて寂しいわ。またいらしてくださいね。ああ、また来るよ。営業会話を交えつつ泊まり客のお見送りをする。これを絹切れの別れと呼ぶ。お客様を送り出したら部屋に戻って二度寝する。睡眠時間もお客様に合わせるから万年睡眠不足。はあ、眠い。おいらんは個室を与えてもらえるけど、私たち下級遊女は大部屋で雑魚寝よ。二度寝から覚めたら朝風呂ね。江戸では内湯はほとんどないのが常識だけど。いい気持ち。吉原の中にはちゃんと内湯や銭湯があるの。ちなみに遊女たちが髪を洗うのは月に一度だけ。あー、かゆかった。やっと髪を洗えるわ。店ごとに髪洗い日があって、その日に遊女たちが一斉に洗髪するので、当日はてんてこまい。入浴後は遅めの朝食。下級遊女は1階の大広間で白米、味噌汁、漬物程度の質素なの。あ、このお寿司残してる。いただいちゃおう。だから下級遊女は前夜のお客が食べ残して帰った場合はこっそりつまみ食いすることもあるわ。食事の後は身支度をして、その後はしばしの休憩ね。ねえねえ、あのお客こんなこと書いてる。あら、やだ、おかしい。友情同士で客との手紙を見せ合いっこしたりしてる。互いの馴染み客についてもよく知っているのよ。正午から午後4時までは昼店の時間。ほら、友情初めて見たな。故郷に帰ったら自慢できるべ。通りに面した座敷に友情たちがずらっと並んで、格子の間からお客様に姿を見せるの。昼店のお客は参勤交代で江戸に出てきた地方武士が多く、昼間しか遊べない冷やかしが多い。この時間は暇ね。だから私たちも三味線や読書、カルタをしたり、手相を見てもらったりと、座敷で思い思いの時間を過ごす。昼店が終わったらまた2時間ほど休憩。ご機嫌いかがですが、また遊びにいらしてくださいね。うん、こんなものか。この時間に化粧直しをしたり、お客様に手紙を書いたりするの。中には三味線のお稽古をして芸を磨く娘もいるわ。午後6時、吉原が活気づくのはここから。夜店が始まると三味線のお囃子があちこちで引き鳴らされる。さあ、いらっしゃい、お上がんなさい。大安頓の明かりに照らされた遊女たちに見せられて、客がどんどん集まってくるの。そして夜店でお客様から指名が入れば、2階へ上がって接客が始まるのよ。来てくださって嬉しいわ。いやあ、お松、久しぶりだね。ここからが私たち遊女の本領発揮ってところね。深夜0時に近づくと大門が閉まり、夜店も終了。もちろん残っているお客様の相手は続くわ。夜はこれから楽しみましょう。さあ、こっちへおいで。午前2時には就寝時間となるので、客付きの遊女はお客様と一緒に床へ入るの。部屋は屏風1枚で仕切られているだけだから、行為中の声や物音は全て筒抜け。隣も頑張ってるようだな。よし、こっちも。お待つ。お待ちになって。私は高級遊女と違って個室が持てないから、大部屋でお客様とことをいたすしかないの。ちなみに私たちは床上手になるために若い頃からしつけられているの。ここをこうしてこう、決して声を漏らしたりしないのよ。はい。反応するのは遊女の恥と言われていて、お客にペースをつかまれないよう鍛えられている。避妊具や避妊法は効果の乏しいものが多く、遊女にはリスクがつきもの。私もついに病気になっちゃった。痛そう、大丈夫？性病の中でも梅毒は特に遊女たちに最も恐れられている病気だ。梅毒の症状がひどくなると、トリアと呼ばれる物置のような部屋に閉じ込められる。頑張って。末期にはゴム腫と呼ばれる腫瘍が全身を覆い、それが壊死して崩れ、ついには命を落としてしまうのだ。午前4時を回り、夜明けが近づくと遊女とお客は別れの時間となる。素敵な一夜でしたわ。こちらこそだ、また会おうね。絹絹の別れをし、再び一日が始まる。毎日この繰り返しだ。遊郭は規則も厳しく、ルールを破れば即拷問が待っている。私のことをたびたび告げ口したリキが拷問に遭っているわ。拷問は私だけでなく、こうして先輩遊女だってしばしば対象となるのよ。休みは正月と盆の2日のみ。うちの娘をお願いしますね。じゃあこれで買い取りね。借金の肩に売り飛ばされた女性が大半なので、自分の意思で休むこともできず年中働き詰めなのだ。このような過酷な環境のため、遊女たちの平均寿命は22歳くらいみたい。この娘を身請けしたい。では身代金と借金のお支払いをよろ
しく。年季が明けるまでにお金持ちのお客様に見受けされることが遊女にとってのゴールとされているのだ。このような厳しい環境の中で私たち遊女は日々働いている。お待つ、聞こえないのか？お客が待ってるっつってんの。はい、すみません。一人前になるまで吉原での苦闘の日々はまだまだ続く。